この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。釣れないな。やった、また釣れた。ねえねえ、どうしてそんなに釣れるの？フィッシング U で教えてもらったんだよ。君も一緒に行こうよ。わあ、また釣れたよ。すごいじゃん、大自然と遊ぼう。釣りが大好き、フィッシング U。 バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる、世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。フィッシングポイントをご覧の皆さん、おはようございます。今回は紀北町三浦のみことまるさんへお邪魔しまして、磯からのチヌ狙いを楽しんできましたよ。さあ、今回は紀北町三浦のみことまるさんにお世話になりまして、磯からのチヌ狙いにやってまいりました。さあ、今回のゲストの方を紹介していきましょう。まずは斉藤さんです。おはようございます。おはようございます。私このみことまるさん、この三浦エリアですね、来るの初めてなんですけれども、はい、なんと去年オープンされたんですよね。そうですね、はい、去年オープンして1周年迎えたということで、ちょっとお祝いの大会もあったみたいですが、その時もかなり釣果が上がっていたと聞いてますね。そうなんですね、はい、ちょっと先ほど船長に聞きましたら、のっこみちょっと終わりっていうかなって言ったんですけど、うん、昨日の釣果、はい、結構チヌ上がってますんで、まだまだ期待できますよ ね。 そうですね。で、今日は新しい浮きもね、はい、使いながら挑戦ということなの で、 そうです、ね、また詳しく教えてください。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてお隣は清水さんです。おはようございます。おはようございます。清水さん、この三浦のエリアはどうでしょう？結構大きいチヌが釣れるところです。わかりました。じゃあ今日も期待しながら、はい、はい、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、今日メインに使いますこの浮きが新製品の水平沈めチヌという浮きなんですけれども、はい、どういう特徴のある浮きなんでしょうか？まず自重が重たい、はい、23g 以上、重きがもう 24g、うん、だから遠投が可能ですよね。なるほど、はい、あと水平沈めチヌという名前の通り、はい、沈め釣り専門の浮きになります。今はもう主流になってきているチヌの探り釣り、ね、うんうん、これに関して特化している浮きです、はいはい、沈んだ後に仕掛けが置いたとすると、はい、誘いといって竿をゆっくり動かして餌を動かすこと、うんうん、その時にここのカットしているところで潮を受けるので、うんうんうん、浮き自体の浮き上がりを抑えて、はい、差し餌だけを動かすことができる。ああ、なるほど、はい、じゃあこれで挑んでみたいと思います。頑張ります。今回使用の配合餌はウルトラバイトアルファや新 MP 酵母配合のチヌパワー VSP をはじめ、チヌパワー麦スペシャル、チヌパワー激濁りを使っています。刺し餌は食わせ置き網スペシャル、スーパーハード、イキサナギミンチ激荒や練り餌の食いしぶりイエロー、餌持ちイエローなどを使います。結構 S でもわりかし沈みますね。そうですね、うん、だから S、M、スロー、ミディアム、ファースト、ディープ、うん、4種類の沈下速度になっているんで、うん、潮の状況、はい、あと水深ですね、うん、その辺を見極めてもらって、うんうん、浮きを選択してもらうといいと思います、はい、ナイロンリーダーを入れているのは、はい、伸びが少ない分だけ、ナイロンの方で少し伸びを持たせて、うんうん、糸切れを防止する、合わせ切れを防止するという役目でもナイロンを使ってます、はい、うんうんうん、お、いい曲がりしてますよ。これはどうだ。グレでした。グレもいるのね。よいしょ。この子が餌取りになるかもしれないですね。長グレでした。うん、清水さん、今日のタックルを教えてください。はい、僕がちょっと今日一番こだわってるのは、はい、針、ガマカツの貫きチヌ、うんうん、08使ってます。08、はい、おー、やっぱり結構チヌって、うんうん、刺しを吐いたりするんですよ、はいはいはい、その時はやっぱり小針の針がいいんで、
あ、ここにキュッてかかるんですね。そうですね、うんうん、吐き出されちゃうと困るんで、はいはいはい、しっかり飲み込んで合わせたいんで、うんうんうん、なるべく小針の針、小針でよし、スタートしていきたいと思います。切られた。うわー最悪、やってしまいました。ちょっと待ってて、誘い入れてはこう送ったりしてたんですけど、ここシュシュシュって浮きが入ってったなと思って合わせてみたら、思いのほか重量感がすごくて一瞬傘5かなとか思ってたんですけど、やってしまいました。申し訳ございません。また来るかな。食い込みイエロー、黄色いオキアミですね。はい、あー来た、あー綺麗だ。わみんなチヌにやられております。結構その辺ハエネみたいなのがゴツゴツしてますもんね。いいね、ここ餌が残って、はい、チヌが来たということで。やっぱり餌が残るとこうチヌの期待が高まります ね、うん、スタートすぐにはカサゴやベラが釣れていましたが、そのうち餌が残るようになり本命のヒットでしたが、ラインブレイクと見えていただけに残念でした。ここは浅場の磯で潮が引いてきたので沖磯へと移動します。少し沖の方の磯へと変わってきました。さっきの磯はですね、だいぶ今下げ潮なのでだいぶ水深が浅くなってしまったので、ちょっとこちらの沖の磯へと変わってきたんですが、どうでしょうかね。さっきの私と斉藤さんのバラシが響かないように頑張りたいと思います。どうでしょう、グレイ。ありがとうございます。グレ狙いなら嬉しいんですけど。グレでした。グレがちょっと元気になってきましたね。斉藤さんにヒット、いい引きしてますね。本命でしょうか。また背後かな。ぐらいだ、でかい、でかい、ぐらいです。ぐらいが来ました。はい、ぐらいです。太ってますね。大きいですね。40ちょっとあるんじゃないかな。チヌじゃなかった、なくて残念ですけど。清水さんにもヒット。さあこちらはどうだ。ドキッとしましたけど、残念。今日はの魚が釣れますね。これは小さめのぐらいですか。ぐらい全員あんだ。喜んでいいのかどうなんでしょうか。違う魚を、チヌを釣りたい。他にはヒブダイやアイゴ、タカノハなどいろんな魚種が釣れましたが、本命には出会えず終了となってしまいました。さあそろそろ終了の時間ということで。そうっすね。
私たちやってしまいました。残念な結果なんですね。でも本当にいろんな魚種が見れて、 その点では竿が曲がって楽しめたんですけれども、本命だけがこれからまだまだ稚魚も楽しめますし、そしてその次には梅雨暮れも始まりますので、はい、ぜひ皆さんも楽しんでもらいたいと思います。ということで、残念でしたが、チヌもグレも濃いエリアですよ。ぜひ皆さんも狙ってみてくださいね。私もまたリベンジするぞ。フィッシングユー松坂店から鳥羽方面でメバル25センチまでを7匹の超過、ただいまゴールデンウィークセールを開催中。気軽にチャレンジできる堤防釣りなどにお得なセット竿や仕掛け、ウェアなどお買い得品盛りだくさん。 U ポイント会員様限定企画や中古釣り具効果買取キャンペーンも実施。ゴールデンウィークセールは5月7日日曜日まで。紀北町レンタルボート N テックマリンから和田さんほか、和田さんにマダイ、シロアマダイとキャッチ、竹中さんほか立派なブリも釣られていますね。高橋さん、アオリイカ、肩揃いでゲット。魚種豊富に釣れています。千賀フィッシングパークトリトンから釣り堀のお客様がマダイをはじめ青物やマハタもキャッチ。釣り堀では手軽に楽しめる2匹釣りも人気ですよ。イカダでは永瀬さんがチヌ42センチまでを4枚の超過、イカダ釣り堀バーベキューとファミリーで楽しむにもぴったりです。元浦と千吉川から竿、餌、バケツなど釣りに必要な道具をお貸しするオール貸し出しプランを実施中。都線のお客様へのお弁当を販売しています。お食事処吉優水産の営業時間は平日、土日、祝日ともに11時から21時要予約となっています。ご来店お待ちしています。月間プレゼント釣り券よりマルチケースを3名の方に、フィッシングユーよりイカダテトラセットを1名の方に、明宝化学工業より防水ストッカー BM185 を1名の方に、 N テックマリンよりレンタルボートを1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる。世界はつながっていること。地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。